なんかまためちゃくちゃひどいこと書かれてんだけど。始まりは娘の失踪事件。前に放送したやつと変わり映えがないよね。それ流したら沙織さんたちがさらにバッシング受けることは目に見えてますよね。もし弟が犯人だったらめっちゃスクープっすよ。そうやって結局俺を犯人にしただけでしょ。カメラ回しながら笑いこらえるの必死だってよ。ごめんなさい、笑ってましたよ。視聴率さえ取れればそれでいいんですね。ミウさんのためになると考えてるんです。こいつ小さい女の子誘拐したんだよ。やばい、これは私たちに対する攻撃なんだ。ベッドの落書きが人を殺さないでしょ。だから見なきゃいいって。分かってるよ。でも見ちゃうんだよ。どうしても見ないでいられないの。お前らが面白がって変な放送するから。ただ事実を報道してるだけ。その事実が面白いんだよ。私たちはいつから心をなくしたのか。待て待て、嘘です。アミューいいよ、お願い。自分はどこかで間違えました。世の中っていつからこんなに狂ってんだろう。ミッシング、その先にある光に。